ボートレース常滑が舞台です。解説64周年記念競争 G1 トコタンキング決定戦、今日と明日今節はダブルドリームによる争いとなりますが、まずは初日のメインカード、水面町ファーストドリーム戦第12レースの争いです。1号艇菊池光平、2号艇には今村豊、3号艇魚谷智之、4号艇武須島誠、5号艇は柳沢はじめ、6号艇茅原裕樹です。定段の外1人離れてのコース周りはある皇帝貝原、5選手がまばらに流しつつホーム側へ、目立った動きはありません。トコタンキング前年覇者が高枠を手に登場です。1号艇の菊池、初戦を前に整備調整懸命な様子がうかがえますが、人気も集めて陰線、その隣2コースにはレジェンド今村、そしてセンター3コース赤い勝負服、イメージは十分であります。魚谷下げて3艇ダッシュ戦、引いて4コースの角位置です。本体整備大幅であります。武須島、そろそろ5コース、地元を代表するこのドリーム戦柳沢、そして6コース大外からでも魅力たっぷり、そんなレースを披露したい茅原裕樹。スロー3艇1蓋3ダッシュ3艇456、3対3 12レースのファーストドリーム戦、インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。6艇がほぼ横に揃ってあまりされないスタート。スイットが2コースじわりじわりといく。2号艇の今村、インコースから1号艇の菊池がいったがまくっていく。2号艇のズバッと入る。3号艇の魚谷、先頭の線が2号艇3号艇接戦も立ち上がり3分の1停止、優勢は3号艇魚谷、アウトセイジラー2号艇今村、インコースじわりじわりで6号艇の茅原、一周リマークの旋回、スタートは正常です。トップ旋回の構えは3号艇の魚谷、外側から2号艇今村、内側入り込んで4号艇武須島、外を回して6号艇茅原、旋回方面変えるが2番手4艇5停止先行でありまして、2号艇の今村、3番手のポジションには6号艇貝原、センター独走体制に入りました。3号艇大谷、3艇並び3番2番6番前艇2周目に移ります。2周1マークの先行へ、3艇シャンのリーダー3号艇の大谷、2番手追走2号艇今村、3番手6号艇の貝原、続いて3艇並び3蓋6となっています。5艇進行方4番手の位置に5号艇柳沢、5番手が4号艇仏島、最後方となって1号艇の菊池です。時計路を通過、2周リマークの旋回体制に入れたから、先頭リーダー4艇仕事、先行艇大谷がホーム替え、2番手2号艇の今村、3番手6号艇貝原、3艇並び3蓋6となって前艇が最終周回ラストラップに入ります。12レースファーストドリーム戦です。先頭構想リードは3艇進歩の3号艇の魚谷、2番手から追走中であります2号艇今村、体形自体は3番頭3人体制変わらずに最後のバック直線入りました。先頭は3号艇魚谷、2番手2号艇今村、水が入って3番手6号艇貝原、3艇並び3蓋6、さらく4番手に5号艇柳沢、5番手が4号艇武須島、最後方が1号艇菊池光平です。ラストターンマークの前傾から最後のホーム直線へ独走体制、3号艇の魚谷、2番手から最後まで追走する2号艇今村、3番手6号艇貝原と続いた12レースのファーストドリーム戦、まもなくゴールを迎えます。先頭3番魚谷五輪、2着手番今村五輪、6番の貝原五輪、5番の柳沢、4番の武須島五輪、ラスト1番の菊池五輪です。第12レースの確定は1着3番、2着2番、3着6番以上です。